皆さん、こんにちは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、龍神様に守られる人の3つの特徴ということでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくとですね、自分自身が龍神様とつながりが深いのかどうかっていうのがわかりますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。そしてそういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。さあ、龍神様ってよく聞くと思うんですけども、龍のね、神様っていうのはですね、まあ元々は水の神様と言われていて、水のあるところにいらっしゃったりするわけなんですね。で、そういうところにいる、まあ神様なので、よくこう神社とかに行くと手を洗うところがあるでしょ？あそこに龍のこう、ね、銅像っていうんですか、そういうものが置かれていて、そこから水が出てきたりする。ところって結構多いじゃないですか。あれはそういうことなんですね。龍神様が、まあ水の神様なので、そういう風にこうしているっていうことなんです。はい。まあ、だからすごくこう、龍神様っていうのは、お寺とか神社とか、まあどこでもね、水のあるところに結構繋がっていたりするわけなんですね。で、この龍神っていうのはとても力強くてですね、こう守っていただけると、すごくパワーを自分にもらえたりするわけなんですね。はい。だからこう、龍神様が好きとか、龍神様をすごく大切にして、守ってもらうっていう風にやってる人って結構いらっしゃるんですよね。で、この僕たちの中にはですね、この龍神様にやっぱりとてもつながりが深くて、こう守られてるっていうような人っていうのがいらっしゃるわけなんですね。はい。ということでですね、今日はその龍神様とつながりが深くなって、守ってもらってる人っていうのはこういう特徴があるんですよっていうことを3つご紹介したいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、龍をよく見るってことですね。まあ、これはですね、自分でまあ龍を見るってことなんですけども、例えばこう、飛行機、雲みたいなのをこうやって見たらね、あ、龍神さんの顔してるとか、龍が飛んでるって言ってよく言いません？そういう風にですね、わ、なんかあの雲龍だよねっていう風になってたり、またはなんか知らないけど街を歩いてたりすると、やたらとなんか龍っていうのが目に入ってくるみたいなね。そういう時っていうのは結構龍神さんがここにいますよとか、守ってますよっていうことをこう見せるためにね、やってくれたりすることもあるわけなんです。特にね、お参りとかしてると、ちょっと遠いところに行ったりすると、こう、龍のね、雲が見えたりすることが多いんですね。そういう時っていうのは、よく来たなっていう感じで、こう、ウェルカムしてくれてるような時があるということなんですね。また、ちょっと霊感のある人っていうのはですね、そういう水のあるところに行ったりすると、こう、龍を見えたり、こう、感じたりすることがあるんですね。例えば、こう、すごく滝の、大きい滝のね、ところに行ったりすると、あ、龍さんがいるなっていうのを感じたり見えたりとか、またはこうお寺の中の池なんかを見たりしていると、龍神さんを見たり感じたりするっていうことがあるわけなんですね。はい。こういう人っていうのはやっぱり龍とのつながりが深くなってるってことです。はい。そして二つ目。二つ目はですね、龍を見るとなぜだか懐かしく感じるってことですね。まあ、これはどういうことかっていうと、自分の前世、生まれる前、魂が輪廻転生でこうね、何回も生まれ変わったりしますけども、その自分の今世ではなくって、前に生まれた時にですね、龍神さんと関わりが深かったりした人、する人っていうのは結構、やっぱりこう何も関係なくても龍を見ると、あ、なんか懐かしいなとか、嬉しいなとか幸せだなっていうような感じで感じたりすることが多いわけなんですね。はい。だからまあ、前世でですね、もちろん自分がすごくこう、龍神様を大切にしてたとか、龍神さんを祀ってるところによくお参りしてた。またはこう、よくあるのが、こう、池とかそういうものがあるところにね、やっぱり龍神さんってこう、いたりするわけなんですよ。で、その龍神さんっていうのは、こう、個人だけではなくって、その町とか、その場所を守ってたりする大きい神様だったりするわけなんですね。で、そういうところにこう、住んだりしてる人、っていうのは、まあもちろん、龍神様自体を大切にしますし、まあそういう気持ちがですね、龍神さんをさらにこう守ってあげようという気持ちにさせて、すごくこう龍神さんとつながりを持つ人っているわけなんですね、その住んでる場所によって。で、そういう自分の中でですね、前世の中でそういうことがあったりすると、やっぱり今世はそんなに龍神さんとか龍とかね、関係ないし、あんまり気にならないなっていう人でも、
竜をふっと見たときに、ああ、なんか知らないけど懐かしいなとか、嬉しいとか涙が出てくるとかね、そういうようなことが起こったりするわけなんですね。はい。ですから、こう、竜を見ると懐かしく感じるというのは、前世からのつながりがすごくあるということです。はい。そして三つ目ですね。先祖に竜神様を祀ったり、崇めていた人がいるっていうことです。これはね、僕がこう、誰かを霊視するでしょ？そうすると、やっぱりこの、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか亡くなった先祖の人とかのこう、関わりとかをパーって見せてくれたりする時もあるわけです。で、その時の面白いのが、こう、自分の、ご先祖様で、すごく竜神様を大切にしていたとかね、竜神様を祀ってるところによくこう、お参りしてたとか、寄付してたっていうご先祖さんがいるとするじゃないですか。そうするとね、その人から、こう、ガーッと、その人が、そうやって、竜神さんをね、大切にしてくれてたんですけれども、その竜神さんのご加護が、こう、下の世代にもね、来てるっていうことがあるわけなんですよ。だから自分はそんなに竜神さんはね、考えてないんだけどっていう方でもですね、まあおじいちゃんおばあちゃんとかが一生懸命祀ったりしてた、その名残で、なんていうんですか、その流れで、守られてる人っているんですね。で、こういう人ってね、よく聞いてみてください。こう、おじいちゃんおばあちゃんとかに、お母さんでもいいんですけども、聞いてみるとですね、よく行ってた神社とかお寺とかがあったり、そういう人がいなかったかどうかということです。で、もしそのお寺とか神社でですね、よく行ってた、そこに竜神さんが祀ってるよっていうような人はですね、やっぱりそういうところに、まあ、たまにね、行って、竜神さんのところで、いつもありがとうございますって言って、ちゃんと感謝の気持ちをね、伝えたりするっていうことがとても大切になってくるということですね。まあ、反対にですね、そういうなんか竜神さんと私は多分あんまりつながってないなっていう人もいると思うんです。なんかそういう竜神さんってこう神社に行ってっていうよりかはちょっとこう特殊な神様っていう感じがするので、自分が興味なかったりすると意外とこう流れてしまったり、そこに祀ってあるんだけど気づかずに過ぎてしまうということがあるわけなんですね。でもそれは心配しなくていいんです。もしその竜神さんのですね、力強さとかパワーをね、自分が欲しいなって思う人がいたら、そういう竜神様を祀ってるところってあります。はい。そういうところ、まあ、例えば箱根の九頭竜神社とかね、そういうところがあるじゃないですか。で、そういうところに行ってですね、で、ちゃんとお参りして、これから守ってください。よろしくお願いします。いつもありがとうございますっていう。まあ、そんなね、別に遠出しなくても、結構ね、近くに竜神さんを祀ってたりするところってあるわけなんですよ。だからそういうところに行って、いつもありがとうございますっていうような感じで、まあ、感謝の気持ちを伝えたりですね、意識をそこに向けるっていうのかな。そうすると、竜神さんも喜んで、こう、自分の味方になってくれたりするわけなんですね。はい。ですからもう、私全然関係ないし、そんな先祖にも竜神さん大切にしてた人いないからダメだわって言ってしまうんじゃなくて、竜神さんはね、そんなに冷たい人ではないですから、ただ、やっぱり自分からちゃんと、いつもありがとうございますって言って会いに行ったりね、するっていう、こう、意識を向けないと、誰でもこう守ってくれるっていうものではない。まあ神様も一緒なんですけどもね。だからそういうふうにですね、ちょっと意識をして竜神さん巡りとかされるとすごくいいんだと思います。ぜひやってみてください。この番組ではこのようにですね、スピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白かったらラブ注入って書いておいてください。まあまあやったなと思ったらそーっといいねボタンを押しておいてください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ラブ注入届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。